これ今全部ひっくるめる珠玉のあるある言って。珠玉のあるある、珠玉のやつ。剣道三段です。剣道五段です。二人合わせて剣道三段村です。よろしくお願いします。すり足。さあ、はい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 、言うとりますけども、いやもうさあ始まりました。おう、いやちょっと待って待って待って、いや全然、え、負け、いやだから僕勝ったでしょ。あんなそんなあるあるじゃないですよ。ないない、いや2回戦ってことですか。だから僕1ポイント勝ってるみたいな感じで、まあまあ感じでいいですか。じゃあ次は、はい、今の1ポイントですよ、はい、もうつっかえたから1ポイント。じゃあ次負けた方はあれだ、8億ポイントいや、金よ。そう、そしたら1億飛んで1ポイントの可能性8億ずっとかかるの。5段ちょっと剣道以外もいろいろ捨ててきてる。剣の頑張りすぎていろんなものが欠如してる。もういろいろツッコミどころ多いですけど、次勝った方が、8億ポイントはい、わかりました。もうそれで、おう、じゃあ俺からいきましょう。5段からでいいですか。はい、わかりました。いきます、はい、せーの、シャンシャン。夏めっちゃ暑い道場で生徒が稽古してるのに先生はクーラーの効いた部屋でいるからイラつくはい、シャンシャン。カーボンしない使うやつめっちゃ痛いはい、シャンシャン。初心者に引き戸を打たせるときものすごい怖い。はいはい、はい、シャンシャン。小判型の竹刀使うやつ変則的な剣道しがち。はいはい、シャンシャン。剣道大会の、あの外回り歩くとき防具とか子供で通りづらい。はい、シャンシャン。めちゃくちゃ焼き手使うやついる。いる。シャンシャン。九州学院強い。はい、シャンシャン。高校の休憩の時やたら監督塩舐めろって言ってくる。シャンシャン。勝ったのになぜか怒られる。はい、シャンシャン。高校の休憩の時やたら監督梅干し進めてくる。ちょっと待って夏場梅干し進めてくる。今のダメよ。夏場梅、塩で一回解決して、だから塩だって超えればいい。塩分系せんべいとかもいい。何なんですかラスト勝負です。あ、8億ポイントなかったことでいいんですか。8億、8億対1ポイント。8億対1ポイント。え、次勝った方は何ポイントもらえるんですか。2ポイント。やる必要ねえわ。もう一回やりましょう。もう一 回, 回。じゃあもう8億対1ポイントだけど、はい、次勝ったら8億だ。8億。あ、そしたら俺勝てるんですね。もし俺が勝てば16億対1になるから。おう、それではいきましょう。いきましょう。先生、またいいですか。先生から。俺からですか。俺も結構ないですよ。わかりました。先生からでいいでしょ。僕いいですか。いきます、いきます、ね、いきます。せーの、シャンシャン。もうサッカー部とかモテる部活のやつ嫌い。はい、シャンシャン。もうスポーツドリンクが薄い薄いアクエリアス薄い薄いちょっと言い方じゃないです。今薄いでしょ。あんた薄いでしょ。まあまあ薄めるけどね。めちゃくちゃ薄めんだから。めっちゃ切れてるじゃん。めちゃ薄めすぎなんだよ。めっちゃ切れてる。いきますよ、はい、シャンシャン。もう先生が太鼓鉢持った時の緊張感。はい、シャンシャン。あの、自芸この時に監督にまずお願いしますって言いに行かなきゃいけないなあ感。終了だよ。終わりで。おう、多少はある、はい、行くで一番最初に監督にお願いします。で、女性とお願いしますって言ってまたちょっとはけていっぱい列ができてる間に面つけ直すやついるじゃん。うわ、あるあるかぶせで最初お前つけてもう何ワンタッチなのっていうスピードで、はい、あ、ありえないスピードでブーンって言ってうれしいですね。その後ゆっくり前やねんそれってなんだよ。いや僕はありがとうです監督言ってくれて。5段が16億ポイントで3段が1ポイントということで剣道5段の勝利。どんな曲ウィニングアウト。ウィニングアウトはそっちが言うんだ。ルーズイングアウト。ルーズイングアウトって聞いたことない。ルーズイングアウト、ルーズイングアウト、ルーズイングアウトでしょ。じゃあ最後に3段さんのルーズイングアウトだと思います。
自稽古で先生に係に、行くときごめんなさい。